では初日12レース走られます群馬の小林大成選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年、ダービー、あと先日の宮杯とよく G1 を連続優勝で勢いに乗ってると思うんですけども、この上半期いかがでしょうか。そうですね、地元記念も優勝できて本当に充実した半年になっていると思います。やっぱり今関東の若手がすごく勢いがあるなというふうに思うんですけども、そこはやっぱ相乗効果としてありますか。そうですね、やっぱ去年増木が G1 取ってから自分はすごい気持ちも入れ替えてやってるんで、それも合わせて同期もそうですし関東全体的に上がってきてるんで、すごくいい流れかなって思ってます。前橋記念、地元記念優勝されて宮杯で、ここを迎えたわけですけども、状態面としては今いかがでしょうか。そうですね、前回の宮杯よりは状態はいいと思います。じゃあ前橋に近いぐらいの状態。はい、その若手がすごく多い特選になったんですけども、戦い方を教えてください。関東4人だったんですけど、2人ずつに分かれて走ることになりました。で、自分は吉田君と話して自力でやらせてもらおうと思います。先ほど吉田選手もちょっと動画撮らせてもらったんですけども、増木選手とやり合いたいっていうふうなことを聞いたんですけども、やっぱりその同期と力試しをしたいなっていう感じですかね。そうですね、やっぱなかなかそういう機会ないんで、いつも練習は一緒にしてるんですけど、そういう面でライバルっていうのもあるんで、レースとかでやっぱ戦えたらなと思って、今回そういう機会があったんで、そういうのもあって前を志願させてもらいました。わかりました。では、最後にレコードの意気込みをよろしくお願いします。はい、一日一日しっかりと自分の力を出してくるんで応援よろしくお願いします。